おはようございます。ご飯の時間でございます。さあ、じゃけーん、注射器が大きくなりました。前使ってたティッシュシーはなんかこうギュッとするときも力がすごいいるんで、こっちにしました。ほら、スポスポ、これがいいです。はい、行きますか。はい、これで半分ずつやってきますね、ちょうど。はい、これね、はいはい、あんたもよっしゃー、うん、よし、おいよし、食べ過ぎましたか。はい、よし、うーし、もうちょっといる。よし、はい、よし、お腹いっぱいになった。ほんとこれおとなしくなるね、一瞬で。いやいや、騒いでるくせに。おお、ごめんごめん、よいしょ、いでーらー、大きくなった。おはよう、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 おはよう。かわいい、あーかわいい、かわいい。よし、はい、か、よし、よしよし。これね、もう一気にね、まあちょっと作業来たらおかしいですけど、作業効率が上がりまして、ちょっとやりすぎる部分になるんだけど、まあね、仕方ないよね。ああ、ああ、まあ、ギャブギャブ入っちゃった、これ。やりすぎると、これ。ごめん、やりすぎた。あらららら。大丈夫ですか。ちょっと皆さん、上げすぎるとこうなるんで、でーって。大丈夫、ごめんね。母さん、力いっぱいやりすぎちゃった。ん、大丈夫、ごめんね。うん、ちょっと、うん。あんたもう食べた。あんた食べてないし、おいで。食べた？おいでてないのに。ちょっと遠慮しようか。ちょっと、気合入れすぎるね、母さんね。おいしいよ、もう。ちょっと。はい、次。もらってない人は、あ、降りてちょうだい。もらった人は、はい。はい、もらった人。おいし。はい、おいで。おいし。もらってない人、おいで。よし。はい、よし。はいはーい。はいはーい、はいはい。いらんの？あー。あー、うーん。はいはい。はいはいはい。あー。もうちょっとやりすぎたら、だからこんなものにしとくか。よし。ちょっと待ってよ。綺麗なお家にするから、こっちを釣ろうか。ねえ、美味しかった、ほら。綺麗だね、あなた。シナモンさん色。シナモンさんは優しい色ですよね、これね。よいしょ。はい、次は？はい。綺麗だね。欲しい顔してるね。はい、欲しい顔。はい、欲しい顔。はい、よしよしよし。はいはい、こう全部いくよ。はい。美味しかった？ん？ほら、お腹ポッポだった。よし。はい、次は。次、どっか行こうかな。さあ。うん。よいしょ。さあ、次は、ちびちゃんいた。おいで。ああ、ちびちゃん、ほら。なんだ、おお、あ、危ない。くれ、はいはい。あんたはちょっと少なめにしようか。よし、はい。お、来たか。よし、来たか。よし、よし、よし、よし。なんだ、一回、おろおろおろ、はいはい、落ちる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 、そっち行っちゃ落ちる。おいで、足上に乗っけて、ほら、そう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 、よし、来た。あー、小利口さんだね。はいはいはい、いらんの？お口開けて、お口開けないと食べれない。うん、はい、あーあーあー、
いらんのか？いらんの？ん？どうする？あれ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 。いるんでしょう、これ。どうしよう。そしたら後だね。はい。よし。はい、この子は、入れないと食べない子です。さあ、ちょっと。どこに向かっていけばいいのか。よし。よし、はい。よし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 。足りないですね。どうしようかな。あ、また余っちゃうかな。極力ですね、餌をね、余らないように作ろうと思っているんですけど、ね、どこでもね、結構難しい。それあなた食べたよ、もう。あ、なんか身についた。はいはい。うん。食べたよ。食べた？もう。うん。ちょっと気持ちぬるいから、ちょっと入れます。このちょこっとがですね、難しい。すごい温度上がっちゃったりするんで。よいしょ。よし、いい感じかな。よし、エイリーいたずらしに来たのか。よっ、よっ。はい、次は、あんた、あん食べたね。おいで、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 あなたと、かわいいいたずらして、これ、見てください、これ。ご飯出てくるとこわかるんですよ。はい、あなたも、ね、こうやって入れないと食べれない人だもんね。よし、おい。おい、おい、おいしそうだよ。上手、上手。あ、上手だね。うん。猫ちゃん。猫ちゃんでしょ、あんたは。これ。うん。だいぶね。あ、羽が綺麗に。あ、ほら、羽すっごい綺麗に生えてきましたよ、ほら。親にかじられて。もうかわいそうな羽だった子。綺麗に、ほら。羽生えてきました。よかった、よかった。うん。お、お、行ったぞ。ダメだな、あれ。行っちゃったわ。うん。よし。はい、これ取り替えます。切り汚いから。おい、おいち。ああ、よしよし。飛んでもいいけど帰ってきてくれよ。よし、はい、はい、よし。はいで。あらあらあら。どうしちゃったの。あんたは食べてないね。よし。よし。はい、おいでおいでおいで。あの一つのやつもね、食べないで行っちゃったけど、いいんじゃない？お腹空いたら帰ってくるでしょ。ねえ、よしよし。ほらほらほら。おー。よしよし。シュラード。ほら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 。よし。よし。はい、お利口さん。うん。はい、お利口さん。あんたはイタジラポンチ。はい、イタジラポンチ買いなさい。よし。うん。おいで。白原さん、お腹見なさい、これ上がれるからゲボゲボして、どこ行った？
ねえ、ゲブ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 して、もうねビビリな子ほどああやってね逃げてあれするんだよね。なんだけどなかなかねビビリも性格だから、ねえ歯医者こうしたから治るかっつったらですね、やっぱりそれはそれは、なかなかそういう性質っていうか性格だから、長い時間かけてこのビビリを克服できればいいんだけどねえ。性格だからね、こればっかりはやっぱりもういろんなやっぱりひなちゃんの性格があるから。うんちしたの？うん？でっかいうんちしたの？ねえ、もうどうにかこうにか、ねえ性格的にねやっぱり社交性のある子って、まあ、この辺にこうずらっと並んでますけど、まあ、こうやってね何にも努力せずに、私もあんまり努力してないしね、こうやってね来るんですよ。こうやって性格です。もう本当に全然この子なんか何にもこう可愛がってないって言ったらおかしいけど、特になんかこうするっていうわけでもなく、毎日ご飯あげてこうやって来たねって言ってこうやって褒めてあげてスイッチしてるだけなんだけど、ちょっとあれ誰飛んでったんだ、ご飯食べないと。よし、ほらおいで、あれ食べてないでしょ、ほらおいで、はい、これね、あ、そうだね、自分はもらってないって分かった。あー、これなんでそれで抜いちゃうの、いっか、したら抜いてたからいっか、あれ、そうそう、この子もそうですよ、全然で本当ね、性格ですよね、これ生まれ持った性格。で、ビビリ君だね。うちのビビリ君はね、まあ、例えばこの子とか、これ。ビビリ君。ビビリちゃん。ほら、もうね、こうやって戻りたがる。だけど、この子も、今ここが一番、なんていうのかな、安心できる場所。で大きくなって、もうちょっと大きくなって、自分で、そういった、ここは大丈夫とか、そういう、ふうに感じてくれればですね、もう、大丈夫なんだけど、まあ、この子もね、私に捕まったのに、ギャーギャー騒いでたの。それがね、少しほら、こうやって、彼なりに、頑張って進歩してます。よし。中華の虫気分頑張ってよ。ほら、頑張れ、ほら。頑張れ、ほら。落ちんなよ。よし、俺頑張れ。入れないね。どうしようかね。どうする、ここ入りたいんでしょ、みんなのとこに。傘の手に乗ろうかしたら、ほら。はい、手に乗ってごらん。ほら、手に乗ってごらん、母ちゃんの。はい。母ちゃんの手に乗ってごらん。お、よし。よし、おい。もう一つ。よし、おい。よし、この子、こっちも。ほら、よし、よし、そうだ。よし。こうやってですね、こういう時チャンスで手乗りの、この子のしたいこと、ここに乗りたいんですよ、この子。それを助けてあげると、なんていうのかな。あ、手に乗ったらここに行けるんだと。そういうふうに、自分、なんていうのか、気づいてあげる。だから、オカメも、例えばさっきちっちゃい子とかね、こういう、例えば巣に張りたいとか、
そういう風にした時に、しばらく様子見て入れそうじゃなかったら、まあ例えばこう手を貸してあげる。例えばまあ普通のね、一般家庭の方だったらゲージのところをうろ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 してたと、多分お腹空いてゲージに戻りたいんだなって、でも戻り方がわからないんだなって気づいた時にですね、ふっとこう手を差し出して手に乗ってゲージに入れてあげるんですよ。で入ればそれはおかめちゃんがそうしたかったんだなっていうことなんだけど、そういうのがなんていうのか、やっぱりこう意思疎通っていうか、そういうのがあるとおかめっていうか鳥ちゃんはなんていうのかな、やっぱり信頼って言ったらおかしいけど、まあ都合のいい飼い主だなと自分の思い通りしてくれるなってまあこれ冗談ですけどねえ、おいで、よし乗って、この子は遊びたいの、遊びたいのまだハゲ、ハゲですからね、遊んであげてください、この子は遊びたいだけだから。戻るのか、よししたら戻ろう、はいはい、こうやってね、まあちょっとした時間でも捕まえて戻りたいんだなと思ったら、さっとこう手を出してこう、まあちょっとですね、ごめんなさい、普段放鳥してたらなかなかね気づかないんだけど、ちょっとこうテーブルとかにこう遊びに来た時とかね、そういう時におかめちゃんが、行きたいところに連れて行ってあげる、手に乗せるイコールケージに戻すっていうんじゃなくて、手に乗せたらどっか見晴らしのいい場所に泊まりがあってそこに連れてってくれるとか、そういうことですよ、そういうのがないと、例えばもう手に乗ったらケージに返されるって思ったらおかみさんに手に乗らなくなっちゃうんですよね。まあちょっとですね、なかなか、なんていうのかな、こう慣れない子っているんですよ。もう言い訳じゃないですけど、もうその子の性格、本当にね、私も悩むとこなんだけど、もうね、こうちっちゃい時から、こうやってこの子はね、こうもう本当にちっちゃい時から育ててるんですけど、今こうしてね、こうやって可愛いでしょ。急に急変する子もいるんです。全然乗らなくなっちゃう子、まあそういう子もいるんですよ、本当に。大体ね、そういう子は私が今まで見てきたら、おいでっつっても来ないからほっとくんですよね。そしたらゲージのね近くでうろうろしてるの。そういう時はね、ちゃんと捕まるんですよ、こうやって。不思議なもんですよ。まあまあ全てがですね、いい子っていうわけにはいかないので、人間の都合のいいようにね育たないんで、その辺は、仕方ないもんね。戻りたいんですこの子もね、うんこした、しっこしたから。戻りたいの、いたおいで、ほら、はい、おいで、乗って手に、はい乗って、そうだよ、おいしそうだ、そうだ、ほらほら、そうだよ、ほら違ったか、おいないですね、そうそう、こんな感じでやってあげてください。まあ撮影するしてる方、まあこういうのねできると思うんですけど、まあ一人餌になってる子を迎えした子はちょっとですね、なかなか慣れるまでね、ちょっと時間がかかったりすると思うけど、まあ頑張ってやっていきましょう。では、頑張りました。